例えば私のとっても大好きな曲なんですけれども、あのベッドミドラーのローズという曲があります。でそれは都はるみさんが日本語の歌手で歌っていて、とても素敵な詩になっているんですけれども、いきなりで大丈夫ですかローズ私も呼ばれてます。じゃ あのなんとなく緩い感じで歌わせていただきますので、皆さんお聴きください。それは川魂を切り裂く愛、それはナイフ、君はそのため